2025ラストデーなんだっていうのを実感しました。はい、いやーでもすごく不思議な感じですね。どうだろう、コメント読みますね。あ、おめでとう、いっぱいおめでとうって言ってくださってありがとうございます。嬉しい、ハッピーバリキー、バリキー、嬉しいありがとう。そうなんです、なんか実感としてなんかね、結構海外の方もすごく増えてくださってるなって思って、それも嬉しかったし、なんか今日、まあ、特にかな、なんかいつも来てくださった皆さんもすごく安心したし、なんか初めましての方もすごく多かったし、あと最近感じるのはすごくなんか女の子も今日かなり半分ぐらいかな来てくれて、それもすごく嬉しかったですね。なんかみんなセンスがいいというか、すごい可愛いでケーキ用意してくれたり、いろんなねなんか飾り付けしてくれたり、いやー嬉しい力でした、ありがとう、幸せな誕生日前日を迎えております、ハッピー、ありがとう。あ、シャッター音が聞こえるってそう、めっちゃ写真撮ってくれてるんですよちょっと写真撮ってくれてる人してこんにちは、いっぱい可愛いってます、ハブちゃんが来てくれました、主役です。いやいやすいません、私なんかありがとう、いやいや、なんかハブちゃんもめっちゃ急いで飾り付けしてくれて、ほんと確かに、可愛い、いやいや、照れるな、ありがとう、こんにちは、いやハブちゃんです、めでたいですね、ありがとう、いや全然もう何でもしますんで、いや優しい、じゃあちょっとなんかさ、これとかつけちゃった、うん、ねえ、いやいやいや、お姫様ですから、そんな、じゃあプリンスとしておーやったー、嬉しい、じゃあ私こっちにしよう、え、そっちかい、こっちつけてよ、いやいや、これが見て頭伸びた可愛い、いやありがとう、ハブちゃん、ありがとう、ハブちゃんは今日どうだった、昨日もえ今日も楽しかったです、皆さんとこうやってね、ちゃんとコミュニケーション取れて元気出ました、あーよかった、大好きだよ、愛してます、おーそうやって落としにハブの女が増えてしまう、いやいやいや、ハブの男の人も増えてしまうじゃあね、私からの指輪を、ありがとう、どうぞ、え、ありがとう、え、嬉しい、じゃーん、あ、逆さに入れちゃった、じゃーんまたね、薬指に入れたいとこだけちょっと入んなそうだったから、かわいい、ありがとう、嬉しい、パーティーパーティー、パーティーだー、ありがとう、盛り上げ役として、いや嬉しい、いますね、やったってことでね、今日はなんか自分で考えたメニューとして、1年を振り返ろうっていう、年末だし、そうだね、そうそう、今年をね振り返っていきたいなと思って、ちょっと頭伸びたから全然全然そう、でこれでも終わったかな、あ、もうそうか、うん、クロワッサンも参戦しています、あ、今日はクロワッサン、ようこそクロワッサン、この名前わかりますか、ウマンジュールです、あ、ウマンジュール、ウマンジュール、いや、可愛い子が3人いますね、そこでライフォーって言います、あ、可愛い子が4人いますね、ありがとう、素晴らしいパーティーだ、そう、キラちゃん年齢で、あ、そうなんだね、ということで、ねえ、1年だからあっという間だったな、あっという間だった、どんどん早くなるし、やっぱ楽しい時間ってあっという間ってこういうことなんだなって思いました、出ました、そう、嬉しい、ねえ、そうなのよ、で去年さ、お祝いしたのにさ、もう、ね、いい肉の日が来るなんて、ね、あっという間、ねえ、いい肉食べましょう、ねえ、食べたい、明日はお肉の日ですよ、はい、ねえ、嬉しい、素晴らしい、かわいい、ここに、そうなのよでもなんか桜としてはさ、結構あれじゃない、シングルも2枚出させてもらって、ね、確かに確かに、1周年迎えるから、桜坂になってからいろんなジャンルの曲に ね挑戦してもらってて、そうだね、結構案外なんかいろんな初めてのことを桜としてやらせてもらったなって思いますね、確かに、そう、どうでしたか皆さんは1年楽しめましたか、いやおめでとうって、いい肉食べるよって、あ、嬉しいですねそうだよ、嬉しい、すごいすごい、かわいい、ありがとう、いやみんな嬉しいなあ、紅白おめでとうって、そうだね、ありがとうございます、ありがとうございます、紅白もね、なんか、うん、まさかね、今年も出させてもらえるとは、そうだね、ありがたい、ね、今年の最後までね、桜として仕事できるっていうのが嬉しいなと思います、そうね、当たり前のことじゃないからね、うんうん、ね、
でも今年はさ、なんか誕生日が4月から12月になったからね、うんうんうん、確かに12月の球場もアニラがあるからね。そうだそうだ、そうアニラっていうのもね、ドキドキですよ、ね、誕生日がいっぱいです、ね、来てくれるのかな、配信もあるから来てくれるかな、楽しみにしててくださいね。ねいっぱいわーって画面がわーってなって嬉しいありがとうね、アニラね、うん、でもね本当にさ、あの茜とね、うんうん、ペイちゃんのねラストっていうのもね、私たちもね、うん、結構ね寂しい、寂しいね、しいあのね、なんか本当コロナの前とか、うん、コロナ落ち着いてからは結構さ、うん、4人で遊んだりもしたしね。そうだ、確かに確かにそうだよね。そうみんなでさダウトやったのめっちゃ楽しかった。懐かしい、そうあのトランプやったんですよ、ね、あの楽屋でだっけね、うん、なんかの時になんかその4人でダウトしたんですけど、トランプでなんかその時にアブちゃんめっちゃ強くてでしょアブちゃんもっとダウトみたいな言い方もかっこいいし、なんかダウトほらねみたいな。ゆかはなんかねジョーカー持ってるとすぐ分かるんですよ。あ、そうそう、ババ抜きで顔に出やすいから あれこうやって出してる時、ね、そう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 素直だからね。いやいやいや、可愛かったです。いやいや、でも最終的に、うん、あのペイちゃんがめちゃくちゃ良くて、全部ペイちゃんのとこにそうそうカードが集まって、そうそう楽しかったね。そうあの時のダウトめっちゃ楽しかった。みんなのテンションがさ、うん、めっちゃおかしくてさ、そうそうそう、あの本当に面白かった、ね、見てほしい、見てほしいです、皆さんの前でねえ、あ2万人ありがとうございます。やったー、みんないっぱい宣伝してね、いつも優しいゆうかちゃんのために。あ、いやいやいや、ありがとう、ハート投げちゃえ、いや嬉しい、ハートいっぱい、なんかいっぱいくるくるありがとう嬉しいですよ、嬉しいですよね、え、うん、いやでも成功させたいね、そんなね、あかねともずっと一緒にもう、うんうん、ね、副キャプテンやってくれてて、ね、なんかすごいね、うん、思い出すのよ、やっぱあかねとの記憶っていうのがね、うん、ね、なんか、うん、手をつないで帰ろうかとかわーってやって懐かしい、懐かしい、あかねとめっちゃ居残り練習したりしてたね、そうそうそう確かに確かに、ね、懐かしい、ザンビの時もさ、うん、ね、ユーフォンとさ、そうだ、レッドとブルーで、そうそう、ハブちゃんとあかねと私で出させていただいて、うん、舞台なんですけど、懐かしい、その時もなんかめちゃくちゃ大変だったけど、なんかその分さ、うん、なんかやりがいがあったというかさ、うん、なんか初めてだったからね、うんうんうん、そういうグループ外でのなんか舞台をみんなでやるっていうのがさ、確かに確かに、チームが違くて、うん、なんかお互いのチーム見てたんだよね、そうそうそう、もう真面目だからもう吸収力がすごくていやいやいや、なんかもう次の日にはもっとレベルアップしててすごいんですよ。いやいや、すごい覚えてくれるじゃん、ありがとういやでもハブちゃんのユキホって役だったんですけど、あ、そう、同じ役を、そう、お互いユキホで、ユキホです、ハブユキホをめっちゃ見て、あ、こうやってかっこよくやるのかって、うん、結構男勝りな女の子の役だったの、ハブちゃん見て、あ、バッグこうやって持つのねみたいな常にこうやってお互いリスペクトしてましたそう、懐かしいそう、そう、ね、その時もね、うん、私あかねと同じチームで、うん、そう、なんかめっちゃ一緒に歌の練習してたの覚えてる、直前までなんか半泣きでなんかザンビーの視感した指で歌ってた懐かしい、今でもその曲聴くことあります、懐かしくて、お互い高め合ってたね、ね、そのね、懐かしい、そのなんか今書いてくれてたけど、なんかミニライブとかもやらせてもらって、あかねと2人でのコンサートみたいな、あ、ね、なんかその回の後にやって、それもね、よかったよ、あかねとやりたい曲を全部なんか叶えようってことで一緒に練習して、革命の馬歌わせてもらえてね、デコなんとかそうそうそう嬉しかった、ね、ありがとうございますね、来てくださった方いるのかな、嬉しいな、ね、あ、行ったよって言うよ、嬉しい、いやすごいいっぱいコメントありがとうございますね、嬉しいな、嬉しいですね、懐かしいですパチ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 、どんな1年にしたいですか、おー、あー、ありがとう、26歳、でもね、桜としては、うん、なんか本当に叶えたことがいっぱいあったし、今年なんかベストジャパンアクトとかもね、皆さんのおかげでいただくことができたり、うん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 、なんか順調にシングル出させていただいて、ライブもできて、バックスライブも今年あったし、うん、なんかいろんな挑戦ができたけど、来年はなんかまたさらに、なんだろうね、まあ、簡単に聞こえちゃうかもしれないけど、うん、飛躍の年にしたいって、桜をもっと咲かせたいっていう、ヒヒーンと、もうジャンプしていくつもりで、そんなようにしたいな、なんか目に見える形で、うん、なんか桜大きくなったねって言ってもらえるような、うんうんうん、
結果を出している年にみんなでしたいなって思ってますよ、ね、そう確かにグループとしてもだけど、うん、個々としてもねいろんなみんな活躍ね、うん、していきたいよねどんどんね本当に頑張っていきたい、うん、いやー皆さんどうですかついてきてくれますかねついてきますありがとう背中を追ってついてきます嬉しいねえ個人としてでもなんか今年の個人としては、うん、なんかできたことが、うん、あのまずは本を出版させていただきたいということを振り返ると大きくて、うん、皆さんもう持ってくださってますかじゃんあの日こんなことを考えていた素敵でしたそうね、あの日経エンターテインメントさんで、うん、あの連載をさせていただいてて今もいつも凛々しく力強くっていう連載をさせていただいて、うん、皆さん読んでくださってますかね月1でそれがあの欅時代のがまとまった本を出させて、うん、あ買ったよって皆さんありがとうございます、ね、ありがとうございますもうそれをね出版させていただけたことも今年すごく嬉しかったことで、うん、まあそういう叶えられたこともありでもね一方であのレコメンの方はラジオ聞いてくださってた方ありがとうございました、うん、それは卒業させていただきましてそれも個人的に大きなことで確かにそうだねそうやっぱりそういう別れというか、うんまあ、すごく寂しいなと思って、うん、まあでもそれをねもっとステップアップのためにっていうことで、うん、なんかステップアップのためにということで、まあ、まちりちゃん応援しつつね、うん、あの新たな道でも頑張っていきたいなと思っているので、うんうんまあ、それもね引き続き応援してくれたら嬉しいなと思いますラジオって大きかったよね、うん、ラジオ大きいねやってるもんね、うん、そうやってるんだけど、うん、やっぱねどん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 ね喋んなきゃいけないからさそうそうそう頑張んなきゃって思うし、うんうん、すごいなんか鍛えられたそうだよね、うん、一緒の時期にさ、ね、そうそう兄ちゃんとさ3人で始まってね始まったからうんうんうんでごめんすごかったですいやありがとうそうなんか結構ラジオ聞きたいって言ってくださる方も多いから、うん、ね頑張って何かできたら嬉しいなと思ってますよますありがとうで明日も聞きますよ、うん、ね床の助ってありがとうございます床の助ですうんあと今年できて嬉しかったのが、うん、なんかお寺修行お寺修行ヒット期間でやらせていただいて行ってたねそれと、うん、それとあと空中ブランコすごかった空中ブランコも楽しかった楽しかったなんかすごい結構チャレンジさせてもらえたなっていろんなことに確かにそうだね改めて考えるとなんかさアブちゃんのめっちゃ面白かったシーンがあってねなんかオンエアで使われてなかったかもしれないんだけど、うん、あのこうやってさブラーンって空中ブランコやって足をこうやって引っ掛けるとかでそれの練習をしてた時に、うん、アブちゃんがなんかこのクローンのまま手がねじれて一回でも通り過ぎちゃったんだよね着地しててうんうん、うん、それがめっちゃ名シーンだと思ったんだけどね使ってほしかったぐらい面白かったいやあれかっこ悪かったよもうなんか空手柔らかいんだけどどこまで行っちゃうんだろうあれは女の子逃げちゃうからねハブの女たちがハブの女がいやでもあれ面白かったよ本当に楽しかったね楽しかったやぶさめもやったんだけどあの今年あの、うん、桜巡りかあそうやぶさめもずっとチャレンジしたかったことで、うんうん、それも楽しかったパカラパカラパカラってやっぱりああいう系に合うわいやいやもうあれもなんか、うん、見てくださった方いるかななんかもう一回で決めなきゃもう時間ないみたいな感じでプレッシャーというかなんかもう決めなきゃここでみたいなさくらちゃんという馬なんだけどさくらちゃんに何回も走ってもらうのも悪いしって感じでさくらちゃんほんといい子でもうねなんかやぶさめをもう心得てるのよもう深夜で染みついてますって感じでそのやぶさめコースにそう入ったらもう自然とパカラパカラパカラって速くなってでそのコースの終わりになるとちゃんと止まってくれるのよねちょっといるかあいずしただけでさくらちゃんいい子だったそう、やぶさめ見てください、頑張ったんで、うん、ちょっともうちょっと練習したいですね、やぶさめも、うん、いや嬉しい、あーかっこよかったよってかっこよかったよ嬉しい、ありがとうやぶちゃんはかっこいいかないやいやいや、ハブほどでは、ハブくんほどではカミカミですけど、カミカミなんですけどハブくんほどではいや嬉しい、ありがとう、いたよってねえ、うん優しいよね、みんなファンの人うん、嬉しい。あ、カーテンズ。そう、あの、コメント書いてくださってありがとうございます。あの来年、そう、新たな挑戦をまたさせていただくことになりまして、ありがとうございます。切り開いててすごいね。いえいえ、こちらです。皆さん知ってくださってるかな。カーテンズっていう、
ミュージカルに初めて出させていただきます、うんうん、嬉しい。あの飛龍伝2年前かに飛龍伝2020っていう舞台に挑戦させていただいて、それからなんかもうずっとなんか何か歌えてないと思って、うん、何かパワーが欲しい時とか、うん、なんかお仕事の休みの日とか、うん、早く終わった人とかもういろんな舞台を見に行ってパワーをもらってて、うんうん、もうついに久しぶりに挑戦できるっていうのがすごく嬉しくて、ね、すごい可愛いです。いやありがとうございます。これもう皆さんゲットしてくださってるかな、中の開きのもあるんですよ。じゃん、あ見ましたか皆さん。皆さんニキハリスという役を演じさせていただきます。この綺麗なあの色のワンピースを着させていただきました、うん、嬉しい、ありがとうございます。こちらまさか出させていただけると思ってなくて、うん、あの白田さんが演出主演をされるということで、うん、なんか私も舞台見に行かせていただいたことがあって、うん、それであのねえすごくなんだろう歌が好きでってお話もたまたまさせていただけて、うんうん、そしたらそれをなんか覚えててくださって、うん、なんかすごくありがたいチャンスをいただけたなっていう、信じられないというか、すごいね、嬉しいね。そうだからもうそれにね、答えられるように精一杯成長して頑張りたいと思っています。本当にで見に来てね、見に行く絶対。ボイトレ中なんですけど、なかなかやっぱ歌い方も違うし、うん、そうだよね、ミュージカルだとね、うん、頑張ってなど開発中なんですけど、でも開発中なんだけど、あのちょっとあの初めてしたって方にもあのちょっと簡単にストーリーをね、あの教えしたいと思うんですけど、聞かせてありがとう。あの舞台が1959年のボストンコロニアル劇場で、うん、あのそのトライアウト公演の最中、主演女優が殺されてしまうという事件が発生するんですよ。そうなの？そうなの。そう、そこで駆けつけた、うん、あのミュージカルオタクの警部補フランク・チョーフィーさんですね、うん、チョーフィーさんが事件を解決しながらも、うん、舞台作品内容が気になり始め、いろんな事件と同様に作品にまで首を突っ込み始めてしまうという、なんてこったなんてこったそう、そこであのね、もういろんな展開がありまして、その犯人は誰なのかっていうのをね、うん、最後に明かされるまでぜひ予想しながら見てほしいなと思います。あ、ミステリーミュージカルコメディーということで、なんかそういうミステリー要素もありつつ、なんか笑えちゃうようなコメディーもあって、しかもミュージカルなんで音楽も素敵だし、行きたーい来て、本当に皆さん気軽にね、あの初めてミュージカル見るよって方にも楽しんでいただけるような内容だと思うので、うん、ぜひ来てください。まだチケットがありがとうあの東京と大阪と愛知公演があるので、ぜひ全国の皆さんに足を運んでもらえたらなと思います。頑張って、おいしい、ありがとう。ちょっとまだ未熟なんですけど素晴らしいキャストの皆さんと精一杯あの楽しいものをお届けできるように頑張るので、楽しみにしててください。頑張りき頑張りき頑張りき、ありがとう。チケットね、あのちょうどあの販売中なんですけど、うん、あの場所によって、うん、でもなんかちょっと残りわずかなお席もあるみたいで、うん、あの早めにぜひ皆さんゲットしてください。お願いします。頑張ります。何よりね、そのバディーズの皆さんにね、あの喜んでもらえるように、うん、そしてバリーズバリーズっていう、バリーズは桜坂のファンの皆さんのことで、うん、バリーズはあの私のことを応援してくださってる皆さんのこと言ってるんですけど、うんうん、両方の皆さんに喜んでもらえるように頑張ります。頑張りよ、ありがとう。ゆかちゃん惜しい、ありがとう。めちゃくちゃ嬉しい、ゆかちゃんありがとう嬉しい、ありがとう。ということでよろしくお願いします。バリーズですって、嬉しい、ありがとう。もうゲットしてくれてる、マリーズです。え、ハブーズは？ハブーズ、なんじゃそりゃえ、ハブちゃん、なんかないの？なんだろう、応援してくれてる皆さんの、え、ハービーズ、ハービーズ、いいね、ハービーズハービーって最近よくね、そう、よく言われてる、ハービー、ハービーハービーズいいね。サミサとかペイちゃんとかユーカーにいじられて、うん、ハービーズということで、これからハブちゃんので私もハービーズ会員になりたいです。お願いします。ありがとうハービーズに入りました、やったね。ハブライバーって言ってくれてる人だけど、確かにハブライバーもあったね、うん、おーハービーズなんだね今は。そうそうそうなのよ。お嬉しい、嬉しいよ、もう一生ついてくわ、ゆっくり、ありがとう、私もついてく、背中を追って頑張ります。いやいや、ハブちゃんがいてくれると頑張れるんだよ、何それ、泣けるんだけど最近めっちゃ言ってる
最近ね、そう最近めっちゃ言ってる、ね、ハブちゃんに、ね、本当にハブちゃんがいてくれる限り頑張れるし、いやいやいや、うん、お互い共に歩んでこう、そうだね、うん、頑張ろう、うん、頑張ろう、これからやね、これからだよ、うん、うん、いや嬉しいで、カップル配信ってあ、カップル配信ほんとるいやいや、ハブちゃんもめっちゃ可愛い女の子ですから、可愛いなんだかんだでも最初からね、ハブちゃんともうなんかずっと一緒にいるから、そうだよね、そう、確かにハブの女増えてるけど、イチゴは私だからね、可愛すぎ可愛すぎ、一緒のものだ、 ありがとう、もう、うん、ラブラブですよ、うん、ね、可愛いよね、ありがとう、うん、うん、あ、じゃあちょっと質問コーナーやろうかな、なんか、なんか質問あったら言ってください、何でも2人が答えますよ、あじゃあ一緒にチッ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 ウィンクしてだって、ウィンク、イエーイ、やったやったやってよやってよイエーイありがとう、嬉しい、うん、あ、キラコとはどうですか、あ、キラコ、キラちゃん、キラちゃんなんかもう一気になんかね距離が縮まった気がする、いい子だよね、そう、一緒にね、あのお肉食べに行きました、この間あ、いいな、そう、マリノスと一緒にあ、そうなんだ、そう、3人で行ったの、可愛かったよ、あ、ハラミが好きだそうです、あ、可愛い、みんな焼き肉好きだもんねねえ、行きたいな、またうん、嬉しいよ、みんな連れてもらったら、うん緊張しない、なんかさ、あのあ、ちょっとだけ緊張しちゃうの、なんか道もうめっちゃ早く行って道とか完璧にして、うんうん、エスコートできるようにそうそうそう、私も大園姉ちゃんと行ったんだけど、いいね、そうそう、あの、うん、全部用意したなんかかっこいいスマートにやりたいみたいだったんだけど、 それも後輩に、後輩がもしできた時にやってあげてねって言ってあげる、うん、なるほど、あとなんか会計の時とかバレないようにやる時も早くしてくださいみたいな、なんか恥ずかしくないちょっと待っててねとかねちょっと行ってくるわみたいな感じで、そうそうそう、ね、めっちゃ緊張しちゃうのよ、うんうん、あ、3万人来てくださってる、ありがとうございます、皆さん貴重な日曜の夜を一緒に過ごしてくれてありがとう、いや嬉しいですよ、今ね質問コーナーやってるんです、何でも聞いてください、はい、うん、あ、抱き枕、そう、私馬の抱き枕が欲しいのがあって、あ、そうなの、そう、でもねちょっとね、なんか26にもな、抱き枕をなんか買うのもちょっと恥ずかしいのかなとか思ってさ、迷っちゃってんだけど、まだ買ってないんだ、でもめっちゃ可愛いのよ、届くまででもサイズ感が分かんなくて、え、頼んだもん、まだまだちょっと決心が、え、買ったら連絡する、え、いやいやいや買うよ、ありがとう、うん、うーん、え、いいと思うって、ありがとう、ね、いいよね、本当に欲しがってなったら買うよありがとう、あ、桜で好きな曲はって、ハウちゃん、なんだろう、桜ね、うん、無言の宇宙とかもめっちゃ好き、いいよね、うん、いいよね、無言の宇宙大好き、ね、ダンスだったらデッドエンドとかもめっちゃ好き、あ、テイトエンド、そうそうそう、ね、ライブ声出せるようになったら、あの、テイトエンドって言ってくださいね、ゆうかは何が好き、私、のね、なんか最初に曲いただいて、あ、もうこの曲いいって思ったのは、うん、最新の地下鉄について、歌詞も含めて深いよね、そうね、うん、なんか泣きそうになる、うん、もう皆さんに結構言ってるんですけど、振り付けの中でもうこっそり欅ポーズしてるところがあるんで、でもね、多分皆さん分かってないんじゃないかな、どうなんだろう、ね、結構下の方ってことだけ言っとくので見てくださいね気づいたら教えてください、ね、じっくりことこと見ないと、じっくりことことだよ本当に欅ポーズ見てくださいね、久しぶりにやっとか、イエーイ、なんかさ、シンプルって思わない、うん、シンプル、ね、桜ポーズこんななんですけど、そう、ケヤキこうなんで、え、こんなシンプルだっけって、もう懐かしい、うん、ね、懐かしい、イエーイ、三角、イエーイ、あの、ダブルやったよね、ダブルケヤキメスで、確かに、こうだ、こうやってやったんですよ、こんにちは、こんにちは、ありがとうってことで、うん、皆さん注目してください、うん、注目、注目、なんか、あ、でもラジオがない生活慣れてきたね、結構、あ、ラジオ、なんか、そうだね、うん、のりさんが寂しがってた、のりさん、会いたいのりさん、そうなのよね、
来年もやってほしいって、うん、のりさんいつもノリノリだね。のりさんノリノリでももはやなんか全然会ってなさすぎてさ、うん、なんかもう遠い存在に感じるよね、のりさん毎週会ってたのに。いやいや、うん、テスト勉強してるの頑張れ、頑張りきだよ。ね、今日受験生っていう子も来てくれた、頑張りきだよ。ねえ、そっか、そういう時期か、うんうんうん、応援してる、頑張ってほしいね。うんうんうん、ツアーどうだった？ツアー楽しかったね。楽しかった。来てくれたって方結構いて嬉しい。車だったよ。ねえ、楽しかった。全部楽しかったけど、なんか大阪公演のね、うんうん、時もね、なんかみんなであの美味しいもの食べれた。そうだそうだ。楽しかったな。なんか久しぶりにみんなでなんか盛り上がれたというか、うん、なんか美味しい景色も見れて、ね、美味しい食べ物も食べれてもう幸せ、美味しいって感じ。もう自分も美味しくなっちゃった出来上がっちゃった、ね、出来上がっちゃった楽しかった、あれは思い出だな。ねえ、ね、思い出、楽しかったな、行ったよって。うん、てんちゃんのエピソード、てんちゃん、うん、てんちゃんなんかショールーム見てくれるって言ってたよ。見てくれてるかな、さっきね、うん、そうなんかね、時間の関係で出れないって言ったけど、てんちゃん、ね、てんちゃん、てんちゃんめっちゃしっかりしてない、なんかやばい、やばい、あれは天才だ、ね、てんちゃん天才ですよ。なんかね、表情とかね、大人っぽいし、うん、なんか忘れちゃう、てんちゃんがもう9歳ぐらい年下なの。確かに、あ、そうそうそうそっかそっか、忘れちゃう、ほんとかっこいいと思う。しっかりしてるよね、うん、ね、本当に。それはもうキャプテンがこうやってしっかりみんなのこと見てくれるから、いや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 、いや全然めちゃくちゃ褒めてくれる、もういけてるんです、なのに、ね、そんな、ね、めっちゃ優しいハウちゃんです。パーリータイムなんで、パーリータイム、あ、なんかあれミラーボールじゃなくて回ってるぜ珍しい、ゆうかのこんな姿見れないですよ、なんか焼き付けておいてください。あ、恥ずかしいいや嬉しい。あ、もののけハントの感想、もののけハント見てくださったかな、うん、なんかしっぽ取りゲーム出させていただいたんですけど、めっちゃ走ってたよね。そうそうそう、めっちゃなんかパルクール選手の方、うん、でなんかめっちゃ運動神経良くて、うん、でも奇跡的になんか1本だけでも、うん、あーみたいなの取れたのよ。チョコプラさんとチームでね、めっちゃ楽しかった。全然優しくて、うん、本当にチョコプラさんユッカって呼んでくださって、のりさんはもう4年ぐらいユッカって呼んでくれなかったのに、チョコプラさんは一瞬でユッカって呼んでくれて、私本当に、そう、まあね、本当に嬉しかったんですよ、うん、見てくれてありがとうございます。ね、逃走中も出たいです、いつかね、うんうんうん、見たい見たい。なんだろう、あと、うん、かわいい、あ、ありがとう、まぶちゃん見切れてるよって、もっとこっちにおいで、そんな、うん、私はガヤです。いや違うよ、一緒にやってるんだよありがとうね、じゃあ前に、うん、あ、うん、嬉しいですね。みーちゃんとのエピソード、みーちゃんともなんかご飯行ったよね、3人で行った行った行った、結構前になっちゃうけどね。そうそうそう、名前だっけあれね、それね、本当にスケジュールがなかなか合わなくてね、みんな、そうそうそう、なかなかね、行こうって言ってね、行くのが難しいけど、ハブちゃんがなんか調べてくれた美味しいお鍋を食べに行きました。美味しいってことでできたいと思って、ね、またね、行きたいのよ、うん、めっちゃハブちゃんお店詳しいね、めっちゃいるハブちゃんよ、ハブちゃん全然全然、いや詳しいです、いろんなとこ連れてってくれるから、美容に詳しいです。いやいやいや、聞いてください、やめて、本当にお鼻ツルツルなんで、いやいやいや全然、ありがとう。あー、アブちゃんインスタ、そう、あー、インスタかっこいいね、アブちゃんってやってるんで、うん、ねえ、見てくださいね、いつもイケメンな写真を載せてますよ。美しいよ。ありがとう。誕生日おめでとうっていっぱい来てる。ね、嬉しい。インスタ見てます。トムとのエピソードは？トム今日私のベッドにいてくれたの。トム。最近夜になると来てくれて、いや、トム用シーツを引いてるとなんかトム用シーツ、なんか馬のなんか首がついたトム用シーツがあって、それでね、うん、ここに乗ってねって言っているんだけど、やっぱ私も猫アレルギーだからさ、うん、あ、そうかそうなんだけど、もう最近寒くなってきてからか、うん、もうずっと来てくれて、かわいい、昨日も一緒に寝たし、毎日
すやすやと、もう朝起きたらトムの顔が目の前にあるっていうのがもう幸せすぎて、今お家で準備してんじゃねトムが帰りや待ってそう家族から写真送られてきて、うん、今のトムみたいな、かわいい、私のベッドの上にいたから、トムも早くお祝いしたいんだよ、いやートム待ってて ね。でも人間の言葉わかるんだよねやっぱり、まあ、そうだよね、うん、ちゃんとなんか何日か家開ける時とか、うんうんうん、ちゃんと今日寝て起きて寝て起きてしたら帰ってくるねみたいな感じでちゃんと言っといて、ご飯もその分ね置いとくと帰ってきた時怒んないんだけど、言わないで出ちゃう時とか、いつも帰ってきたら部屋がちょっとだけ荒れてたりとか、なんか怒ってちょっとそっけなくなっちゃったりとかするから、寂しいんじゃない、説明するの大事よ、うん、動物に、うん、うん、賢いのよ、そう、確かにゆかに似てる、トム似てる、そうさすがゆかの男って感じ、ゆかの男やったね似てるいやトムリニキーだって、すごい、ありがとう、合体しちゃった、ありがとうです、トムトムトム何者リサとのエピソード、あーリサ、うん、なんだろうね、リサ、リサ一緒にすぎて、そう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 、なんかなんかあったっけな、リサはねチャラいんですよ、結構人たらしだよね、たらしだね、たらしでさ見えて、そうツンデレってやつですか、そうツンデレ、うん、出るのが多いけど可愛いんだよね、そう可愛いですよ、うん、リサは、うん、ね一緒に出かけたりもしたね、ね、うん、あ、お揃いの寝巻き買った、そういえば、あ、リサと、そう、すごい初めて聞いたんですけど、なんかたまたまとお店見てて、うん、ね、え、これかわいい欲しいって言ったら、うん、え、それ私持ってるよみたいな、寝心地いいよみたいに言われたから、あ、じゃあ買っちゃえよ、そうそうそう、お揃いですよ、そうそう、またね、みんなで遊びに行きたいね、うん、ね、そう、行きたいね、本当に、そうそう、うん、どんなやつ、もう、うん、ザ・キャラクター、あ、キャラクター、キャラクターです、ね、2人揃ってるの見たいな、そう、ね、そうな、でも一緒に着ようって言ってもね着てこないからね、テリアさんだからね、昨日もさ一緒にお揃いのやつで見送りしようって言ったのに、そう、私だけもう堂々と着てきてあ、でもいいよとか言っといてこないでしょ、違う、本当に忘れちゃったみたいなんだけどね、あ、おばさん、おばさん、どうした、おばさん、いい、助けて、ありがとうね、全然全然、優しい、こういうとこです、もう優しいとこ、この辺ですかね、あ、この辺ですね、ありがとう、この辺ですね、はい、もうありがとう、そういうことですありがとう、ちゃんと収まりました、馬がかわいそうありがとうございます、お、え、インスタね、難しそう、え、ね、ね、でもやっね、いつかやってみたい、教えてね、もちろん、なんか疎いからさ、私もね、分からずでも徐々に、でもかっこいいよね、めちゃくちゃ、うん、嬉しい、好き、さあ、うん、ね、ゆかの好き、最近ハマってる、ハマってることありますか、ハマってること、ほう、マイクですよこれ、マイク食べそうになりましたこの方ハマってることなんだろう、最近、うん、でもなんかめっちゃ言ってるかもしれないけど、あのインザハイツって映画が本当に良くて、ね、どういう映画なんですか、あのね、ニューヨークのワシントンハイツっていう場所で、なんか、はい、あの移民の方たちの若者とか夢を追いかけていく、なんかミュージカル映画なんだけど、うんうん、もうなんかラテン系の音楽でラップ、ミュージカルだけはラップなんですよ、あ、本当に曲もいいし、もうなんかできるシーンもあって、うね、もう映画館にも2回も行っちゃいました、ね、そうなんですね、終わる、もう終わっちゃったかもしれないけど、そう、そう、今日も曲聴きながら来た、あ、じゃあぜひおすすめしたいということですね、皆さん、インザハイツでございます、あ、ミュージカルも見に行ったんです、日本でやってて、この、そうなんですね、それで初めて見たんですけど、すごい良かったです、え、じゃあ映画に行くときはなんか頼まれる派ですか、頼まれない派ですか、え、何を、ポップコーンとかでも何も気にしなくていいならめっちゃ食べちゃうよ、バクバクバク、でも作品によるよね、あ、作品によるちょっとなんかダークなやつだとさ、なんかダークな映画見るときはさ、 なんかちょっとポップコーン遠慮しとこうかなみたいな、多分なんかカサカサして、あ、来ちゃうからね、ね、なるほど、なんかでも好きだよ、どう、どっち、あ、キャラメル派です、あ、キャラメル、あ、めっちゃイメージある、キャラメルポップコーン食べてるよね、よくできればハーフ&ハーフでお願いしたいんですけど、大きいやつ、ね、欲張りなんで、でも余裕で食べれちゃうの、大きいバケツみたいなポップコーンじゃない、もうあれ一人で食べたいって思う、あ、なるほど
じゃあポップコーンのお供は何飲む派ですか？でもウロン茶、まあ、ウロン茶なかったらでも紅茶かな。あでも、ね、お上品ですね。コーラ？あコーラ炭酸だよ、飲んでるイメージある。はい、でもいいよね、映画行きたい、一緒に行ったよ ね、 ね、 行きたいね。昔何だっけ、何見に行ったっけ、なんだっけな、忘れちゃったね、忘れちゃった、いろいろ、ね、行ってるんですよ、うん、結構ハグちゃんと映画見に行ってます。じゃあ今私とどこに行きたいですか。ハグちゃんのお家、でもね、なんかいつもおいでって言ってくれるので、うん、本当に行きたいなと思ってます。馬を連れてきてください。あ連れてく、フロアさんもじゃあ連れてくね。やっほーって。ハグちゃん料理めっちゃ上手らしいんですよ今。そうちょっと鍛え上げてるんですけどね。さすが、なんかお嬢様のねお口に合うかはちょっとわからないんですけども、絶対美味しい。なんかもう写真見る限りなんかもうプロみたいな。あそう、じゃあ何が一番今食べたいですか。なんだろうね、お肉です。あお肉が食べたいみたいです。皆さんお肉連れてってあげてください。もういい肉の日間近ですから、うん、今夜お肉ですね皆さん。お肉みんな食べてる。あお肉、いい肉の日にね。グリーンカレーわかるよ、めっちゃ美味しそうだよね、うん、グリーンカレーも大好きですよ。じゃあ作りますね今度、うん、ありがとう。本当に行っちゃうから。いやありがとう皆さん、楽しかった。ね、嬉しい。今の私たち何分ぐらいやってるの。確かに時間を忘れるほど楽しかったですね。40分ぐらい、あ嬉しい。あもうそんなに経ってるんですね、ありがとう、一緒にやってくれて。じゃあ26歳の抱負を。26歳、ねよいしょ。ごめんごめん、ちょっとあの準備してたよね。ちょっと最後に、ごめんね、すいませんすいません。あ全然早かったです。いやいや、でもあのあれよ。ちょっと見せたいんだけど。恥ずいから。ちょっと私めっちゃいっぱい書いてますよ、ね、皆さんこの日のために。めっちゃノート書いてるの、このノートさ、あ馬のノートなんですよ、見てほしい、めちゃくちゃ可愛いから。私のなんかもう5年ぐらい使ってるんだけど、こうやってね事前にこうみんなで準備して書いて、 MC とかもこれに書いてるんですけど、馬のノート、じゃん。なんかしかもこの馬三角だから、なんか坂道登ってるみたいじゃないですか。ほら選ばれし馬ですね。見つけた時にもう買おうと思って、裏にはちょっと欅の時からのシール貼ってます。なんか最初のなんかさ、うん、懐かしいのこれ見てて思ったんだけど。ごめんね。あ全然あのあの4枚目シングルの欅の善悪ライブのなんか並びとか書いてあります。すごーい、懐かしい。わなんかみんなのハッピーバースデー、びっくりした、ハッピーバースデー、びっくり、ありがとう、ハッピーバースデー、何嬉しい、びっくりした。ハッピーバースデー、腰抜けるかと思った。似合いそう。あ、これリサつけてたよね。つけてた。見た見た。
に敷いてくれませんでした。ありがとう。いいんだよ全然。あ、ありがとう。え、りなちゃん映ってないよ。あ、本当？やばいやばい。
ありがとうも使ってくださいね。え、そうだっけ。英語でおいでよ。え、来てほしい。遠目から見るね。そっか、動物猫アレルギーじゃない。あ、全然大丈夫。え、じゃあトム、でもトムちょっと人見知りだからね、対処良くないかもしれない。全然全然。急に来られるとびっくりしちゃう。そう、時間かかるタイプだから。あ、全然大丈夫。そうそう。あ、ありがとう。すごいね。嬉しいです。
んかあってね一本締めやってたんですけど、うん、ね、これからよよよよいね、みたいな、はい、楽しいですよ、ライブの後はみんなテンションが上がってるので、うんうん、すごい、いっぱい飛んでる、うん、ね、すごいすごいね、すごいですね、飛んでますね、飛んでますね、いっぱい、ありがとう、きれい、素敵、素敵、かわいい、ね、なんて書いてある？ね、結果おめでとう、おめでとう、香港から応援しています。嬉しい。なんかさ、いろんな国からね、イーグリもやってくださって、ね、嬉しいですよ。国境を越えちゃった。あの国境を越えてます。ファンの方から言葉を教わる。そうそうそう、なんかね、私教えてもらったんだよね。愛してるみたいな。え、なんていうの、愛してる。フィリピン語で、うん、愛してる？うん。マハル来た。マハル来た、すごい。スースーっていうの聞いた。かわいい。スースー。スースー。スースー。ね。そうなんです。ね、これからもね、いっぱい届けていきたいと思います。ありがとう皆さんへ。はい。はい。ね。じゃあ、あとは何だろう。ね。はるきた。面白い。ありがとう。ずっと応援していますって。セクシーだね。いやー、ありがとう。なんか、なんかの衣装できてね、なんか可愛くて、そのまま。あ、写真集？違う、最近撮って撮影で。そう、お分かりいただけただろうか。分かるかも。ファンの皆さん、お気づきいただけただろうか。分かりいただけただろうか。気づいた方もいらっしゃるんだね。確かに、確かに。もしかしたらね、これからかな、わかんないけど。見てたら気づきそう。うん、ぜひぜひ。解決したかな。ね、解決問題だった。じゃあみんなでコツコツしてだって。あら、リサもいるしやるか。せーの、コツコツ。コツコツ。シュールだ。ありがとう。コツ。嬉しいですよ。うん。あ。なんだ。おー、そう、レナーです。レナーとこの間、あ、行ってんのかな。気になりますね。お出かけしました。お出かけしたの。そうなの、あの、そうなんです、あの、お笑いライブを見に行かせていただきました。レナ、ちゃんも好きなの。そう、あの、そう、お世話になったね、あの、ノンスタイルさんの、2人ともお世話になっているので、めっちゃ楽しかったですよ。そのなんかロマンチックなカフェに行きました、その前に。綺麗な夜景の見える、素敵、あの、可愛かったですよ。デートしたデートしちゃいました。いいでしょう。ラビットね、ラビット、とても可愛いですよ。とても可愛いでございます。見てる、見てる、楽しかったです。めっちゃ面白かったですよ。いいな、いいな。アニラ頑張ろうね。ね、頑張ろう。ね、ユーフォも早く帰ってきてほしい。ね、ユーフォ、ね、ユーフォ待ってますよ、私たちは。いつでも。ね、配信も見てください。あ、配信もね。私たちは見てます。あ、うるさい。見てます。見てます。出てるでしょ。あ、確かに。一体して、ありがとう。で、紅白も頑張ろうね。頑張ります。頑張ります。何の曲だろうね。ね、楽しみに。楽しみに。ドキドキ、ドキドキです。ありがとう。ということで、どうしようかな、目標。目標、そう、目標言います。あとちょっとなので、でもなんか26歳はなんか、まあ、今年はなんかいろいろ挑戦っていうね、テーマを自分で持ってたんですけど、芸術でいることと挑戦することっていうのを、26歳も引き続きいろんなことに挑戦していきたくて、あとはもう飛躍してる年にしたいです。で、なんか
ねえ、かっこいい。変わっていくこともあるし、なんか挑戦するってなんか怖いこともあるけど、そういうとこにしかね、新しい世界は開けないと思うので、うん、これからも怖がらず毎日完全燃焼するつもりで、未だに未熟者ですが、まあ、いろんなチャンスをものにできるように成長していきたいと思います。ねえ、頑張ります。年齢とらわれず、ね、キャプテンとしてもね、引き続きみんなといい時間を過ごせるように、ね、ありがとう、ね、なんかね、いいチームにしていきたいし、もっとみんなが大好きなので、これからもバディーズの皆さんにいい景色を見せられるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ついてきてくださいね。ありがとう。ヒヒーン、イエーイ。いや、皆さんとね、ご縁も大切に、ね、新たな、ね、バディーズの皆さんとも出会えるように、うん、皆さんぜひ桜坂の魅力いっぱい広めてください。お願いします。まずはね、知ってもらうことが大事なので、うん、桜坂いいよっていっぱい言ってね。ありがとう。嬉しいです。でも本当に皆さんの応援がいつも励みになってるよね。本当に、うん、本当にそれは思います。本当に、ね、みんな続けられてるのも皆さんがいるからなので、間違いないです。間違いないです。間違いないです。もう本当に嬉しいです。最高って、最高ですよ皆さん。最高、最高、最高。かわいいよ。めっちゃかわいいよ。最高。いやー、ありがとう。あとちょっとですって。皆さんありがとう。いっぱいコメントとか4万人もこの時間ね、日曜のように集まってくださって幸せで、そうしましたけど、みんなサプライズありがとう。ありがとう。幸せな25歳の最後の夜ということで、明るい気持ちで26歳前に進むことができます。ありがとう。みんな大好きです。進もう、前へ進もう。ありがとう。じゃあみんなちょっと前行こうよ。最後、はい、お顔見せよ。ありがとう。はい、お顔見せちゃいました。お顔見せちゃいましょう、はい、ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。いっぱいありがとうございました。お邪魔しました。お邪魔しました。大好きです。ありがとう。ゆっかん、私こそだよ。本当に幸せです。ありがとう。素敵な一年に。いやー、ありがとう。ラブ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 です。楽しいこといっぱいしていきましょう。ね、バディーズで締めてつないでるよ。そうそうそう。みなちゃんいつも手つないでるよ。そうそうそう。